6月13日に始まった千葉ロッテマリーンズの連敗地獄。月に見放された投手、なぜか続出するエラー、連敗が決まることを知らずに黒星だけを積み重ねていきました。希望の火を絶やさぬように、ファンに喜びを与えるように、どうしても欲しい一つの勝ち星。しかしその願いも届かず、日本ワーストタイ記録となる16連敗。それでもスタジアムに詰めかけたファンは、選手が落ち込まないように試合後も励まし続けました。その歌声は夕日が沈むまで途絶えることがありませんでした。ワースト記録の17連敗だけは何としても避けたい。勝利まであと1人。先発黒木は2点のリードをもらって渾身の1球。しかしまさかの同点ホームラン。決してそれは失投ではありませんでした。降り止まぬ雨はありません。マリーンズの長い夜を明けさせたのがエース小宮山。執念の140球。1ヶ月前連敗のきっかけを作ったエースが汚名を返上しました。この日を信じて待ち続けたスタンド、地獄を見た選手たちをよみがえらすためには、そう、君たちの熱い声援でした。